雨が強いので今日は外出しません。今日の仕事は終わりました。用がなければ帰りましょう。あなたを見てると昔を思い出します。まるで昨日のようです。みんなを失望させません。私の出番ですか、艦長。作戦会議をしましょうか。
重装ウサギ0019起動。目に見えてステータスが上がる。これがキャラ育成の楽しみです。目に見えてステータスが上がる。これがキャラ育成の楽しみです。浮くと思いますか？冗談です。数がどんどん増えてる。どうやら長くは持たないようだ。思考空間の目くらましはすぐに奴に気づかれる。私に残された時間はそう多くない。もし
あのロボットを見つけられたら、カードに関する情報をもっと得られるかもしれない。この近くにいるのかな。とりあえず探してみよう。ここにはいない。やっ、ここにもいない。あのロボットどこにいるのかな。ラジャ、まさか他の場所に行ったとか。もう一つ可能性がある。もしかしたらもう。でも今回探してるのは君じゃない。ごめんね。こんなに時間が経ったのに君は何も変わらないように見える。それもそうか、君だもの。ここがどんな風に変わっても君は変わらない。ほう、思った通りだ。うん、昔と同じように相手が気づく前に急に現れるんだね。昔話は後にしよう。君がここに来たという事実は私の予想が的中したことを証明している。君の執念はあの日と同じように深いようだ。その執念が昨日誕生したばかりの金属物、不規則な球体を探すように君を駆り立てている。不完全な願いを実現させるために君を動かしているんだ。そうだね。それは彼女が残した遺憾だってきちんと理解しているんだ。でも私たちは過去は変えられなくても、最後の瞬間が来る前にその感情をできるだけ補うようにすることができるでしょ。ああ、だからそれは君の遺憾でもある。もしかしたらこの行動が形勢を逆転させるきっかけになるかもしれないし。ロボットを使い武装カード修復の近道を探す。いい考えだが残念だ。あのロボットは生徒の訓練に忙しい。生徒、彼女が今でも頑張ってるとは思いもしなかった。少し感服してしまうよ。それで君はこれからどうするの。機械の修復は君の得意分野じゃない。確かにそうだけど、幸い多少なりとも理解はあるよ。甘く見ないで。これでも一応ビルビーの一人だもの。みんなと比べたら才能は劣っているだろうけど、だけど私はみんなを信じてるし、自分自身のことも信じてるから。そっくりだ。あやつの返答も君と同じだった。今という状況で武装カードを完全に修復するなら、おそらくあの場所に行くしかないと思う。そうだね。では君の時間を邪魔しないでおくよ。待って、一つ質問がある。君がここに来たのは私に別れを告げるためだったの？
もちろん違う。再会のためだよ。そう、噛み合う歯車のよう。やあ、来たんだね。君もいたんだ。どれくらいここにいたの？学者から情報をもらってすぐここに来たんだ。でも残念ながら専門家の操作システムがあまりにも複雑だったから、今ようやく理解できたところだよ。同じ工事部門とはいえ、やっぱりそれぞれの得意分野がある。そうだ、少し休んでお菓子を食べたらどうかな。この操作台を起動するにはもう少し時間がかかるんだ。ふぅ、私たちがうるさいからって専門家はいつも一人で作業してたからね。そうじゃなかったら今こんな面倒なことになっていなかったのに。そういえば遠い昔のことを思い出したんだけど、覚えてる？あの時専門家がすごく怒ってて。ああ、なんとなく覚えてるよ。工房がめちゃくちゃになった時のことでしょ？そうそう。ちょっとした事故があって、私は本来眠ってるはずの時間に急に起こされたんだ。我に帰った時、私は工房の中にいて、目の前は一面の赤。1100の機械がアラートを出してて。わお！それはかなり刺激的だね。私はできるだけ専門家の図面を探して、何があったか、何か挽回できることはないか把握しようとした。でも君も専門家の癖を知ってるでしょ。結局得られた収穫は何もなかった。だから自分の直感を頼りにボタンを押しまくってみたんだけど、そのせいで工房がめちゃくちゃになったんだ。道理で専門家があんなに怒って、メッセージボードに数十ページにも及ぶ工房の安全管理ルールを書いたわけだ。その後は？その後はもちろん全力で謝ったよ。そもそも私が悪かったから。でもあれから専門家は作業日誌を書くようになったよ。なるほど、あの頃から始まったんだ。え？あの頃から私がほとんどの作業を専門家に押し付けてたって彼女に気づかれたのか。道理でだんだん騙せなくなったわけだね。さて、作業台の準備は終わった。いつでも始められるよ。準備はいい？もちろん。魔術師のカード、百味のレシピ、学者の予言、専門家の図面、それから私の全部。忘れるところだった。あと私のサインも。はい、これがプロセス修復の最後の一歩になるはずだね。ミスがないといいんだけど。え？私の操作に何か問題があったの？いや、君の問題じゃないと思う。勝手に入ってきた訪問者、つまり私たちはいつでも奴に気づかれる可能性があるってことだ。そうきたんだ。ふむ、ちょうどいい。武装カードの最初の被験者になってもらおうじゃないか。私は修復システムの正常稼働を死守する。残りの演出は君に任せるよ。Thank you.
よっと、もっとあがいて、この手、これが奇跡の輝き、ご清聴あれ。君を華々しく滅ぼしてあげる。お前、意外とうまくいった。これで講師が完成させられなかった天才の最後の作品、武装カードの修復が完了したね。彼女が見たらきっと喜ぶはずだ。いろんな角度から見て奇跡と呼べるわけだし。そうだね。さて、君がやりたいと思っていたことの一つが形になったよ。そんな顔しないで、笑ってみてね。まだ祝杯をあげる時じゃないけど、少なくとも目標達成の喜びを感じさせてよ。わかった。じゃあここの配置を少し変えてみよう。これで少しはマシになったかな。いいね、少しお祝いの雰囲気が出てきた。アフタヌーンティーのお菓子も用意しようか。遠慮するよ。アフタヌーンティーを始める前に君に教えたいことがある。多分君はもう知ってると思うけど。奴に関することだよね。その通り。ごめんね、悪人を犠牲にしこんなリスクのある冒険をして。君の気持ちは理解できるよ。同じように彼女の反逆も理解できる。少なくともビルビーを生かすための唯一の方法だったから。待って、君まさか。おや、やっぱり自分自身はごまかせないんだね。うん、最初から彼女は全力でビルビーを生かすって信じてた。そして君が呼び起こされることもね。君ならきっと悪人と侵食の律者の認知の資格で生き残り、抜け出す計画を考えてくれるはずだから。それが私の最後の式だよ。計画といってもまだ詳細が決まってない部分がたくさんある。私はみんなの中で一番普通の存在なのに、私の力だけで本当にできるのかな。君ったら何を考えてるの。君は一人じゃないでしょ。忘れないで、私たちはずっと君のそばにいる。君が望めばできるんだ。今のようにね。違う？君はいつだって簡単に他人になれる。計画を話し合って対策を作ることもね。どう？少し気が楽になった？うん。さて、これからのことは君に頼んだよ。まだ用事があるから私は先に失礼するよ。じゃあまたね。最適なタイミングを見つけるために少女は待っていた。時間つぶしに物語を作り始めるほどに長く待っていた。彼女は挨拶の仕方を何種類も考えた。あのライデン・メイという名の女の子が現れた時、彼女は相手にこう話しかけようと決めた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして？
さて、物語はここでおしまい。どうだった？そうだね。脚本家としての才能はあまりないみたいだ。何かを待ってる時はいつも時間の流れが遅く感じる。気づいたら昔のことをたくさん思い出してしまった。もし未来で誰かがこの記憶を目にしたら困惑するのかな。劣等感と自負心、真剣さと情熱さ、私たちの間には矛盾があり対立もある。だけど彼女たちはどれもヴィルヴィ、本当の私だ。以前から人類は矛盾の集合体だった。普通の人にだって全く違う二つの思いがあったりする。そうでしょ。例えば何かを決めようとするとき、いつも頭の中から二つの声が聞こえてくる。こうしようとか、これじゃダメだとか。かつての私はそういうジレンマに陥るような選択が苦手だった。迷ってばかりで何も決められない。幸い指揮者は何かを決めるのが得意だったからほっとした。魔術師はコミュニケーションが得意で、煩雑な付き合いは彼女に任せればいい。学者の博識さ、専門家の真面目さ、それに百味の料理の腕。彼女たちがいなかったら私はここまでやってこられなかった。タイプ5はいつもあんな感じだった。保険としてある程度彼女はみんなの期待を背負ってた。そして最後の一人は、彼女に会ったらわかるよ。いつか君に教える機会が来る。ここまで話したらなんだか私だけがサボってる気がしてきたな。違うんだよ。本当は私にも私なりの布石がある。私はある賭け事を仕掛けた。そして計画の最も重要なピースは君だ。君と会うのが楽しみだよ、ライデン・メイ。きっと私たちは話が合うと思う。でも君が私に会ったらきっとがっかりするだろうね。何せ他のビルビーに比べると本当の私は相当普通だから。逆に考えるとそれも一つのサプライズ、一種の逆転になるかもしれないね。忘れないで、私は詐欺師だから。螺旋のビルビー、最大で最も華麗なフィナーレがもうすぐ始まるよ。この程度の歓声じゃ全然聞こえないよ。
奇遇ね。あなたも気分転換しに来たの？ミュージカルはまだ終わってないでしょ？次はカーテンコールだから。カーテンコールが好きじゃないの？熱烈すぎる歓声は演劇本来の輝きを曇らせる。そうなる前にその元の姿をちゃんと味わいたいの。わかるわ、私もそう思うから。だって幕が降りた瞬間、役者たちは役から本人へと戻ってみんなにお辞儀をするでしょ。その景色を見ると思わず感傷的になってしまうのよね。まるで見て、今までの出来事はただの物語、幕が降りたらこの物語も終わりを告げると言ってるみたいで。それがカーテンコールでしょ。その瞬間を見届けたくないの？多少なりとも寂しくなるでしょ。ロマンにあふれた物語だったから、もう少し味わいたかったの。ロマン？この演目をそんな風に評価する人なんて初めて見たわ。薄暗い、重苦しい、悲しさと悔しさに満ちてる。それが大多数の人たちの感想なのに。ジャンルに悲劇って書いてあるからね。確かにひどいとは思うのよ。第一幕から嫌なことばかりで、全ての展開も物語をより悪い方向へと向かわせるし、キャラクターたちも無力な人ばかり。運命に押されながら前に進んだ結果、瞬く間に自分がどこにいるのかもわからなくなる。現実味がありすぎるわ。そんな物語を笑って最後まで見る人は少ないでしょ。そもそもいないという方が正しいかしら。それならどうしてロマンがあると思ったの？あの結末だからよ。家庭はとても大変だったけど、フィナーレは好きなの。荘園に包まれた廃墟で新しい芽が土を破って出てこようとする。美しい光景よね。そう思わない？長く咲くかもしれないし、次の瞬間には枯れるかもしれないけど、その時はそこにいるの。世界に自分の神聖を宣言してるのよ。私がどうしても忘れられないのはそういう瞬間なの。まるで私にこう教えてるみたい。悲劇は終わりではなく希望の始まりだって。私たちがこの世界に残した足跡はいつかの未来で誰かが前へと進むための灯火になるわ。悲劇は終わりではなく希望の始まり。楽観的な考え方だけど、確かにロマンチックね。人間だけがそう思えるし、人間だけがその信念を現実にできる。旅の過程が善でも悪でも、たどり着いたゴールが非でも愛でも、その美しさは人のためだけに存在する。そう、大人になった苦しみを経験した後も、あの幼い子供はある日目を覚まして自分が信頼してた物事を信じ続ける。人間性の美はそれほど脆くて純真で無垢なものよ。まるで水晶の花のようにね。芸術関係のプロでもそんな細やかな目線で世界を見つめる人は少ないわ。失礼だけど、あなたは役者？脚本家？それとも作曲家かしら？がっかりさせちゃうけど、私は普通の観客よ。強いて言えば、たくさんの場所に行ってたくさんの人に会って、それから見た目がちょっと可愛いくらいかしら。だから今の話は私の感想だと思って。感想ね。我が友よ、差し支えなければ公演が終わった後、あなたと今の話の続きがしたいの。美しさの本質、それは私が追い求めてるものでもある。場所は青空ビル最上階の流氷レストランはどうかしら。ああ、それって予約困難な超人気店じゃないの？急に一人増えたら迷惑じゃない？まさか。向こうは私のために二人席をいつまでも取っておくと言ってくれたもの。そのいつまでもには期限があると思うけど、少なくとも今夜は。
まだ有効だと思うわ。それはそれは。私ったらどんなすごい人と知り合ったのかしら。もちろんいいわ。お話ししましょう。そういえば、こんなに話したのに自己紹介がまだだったわね。私の名前はエリシア。楽園を象徴するエリシアよ。あなたは？アポニアさん、その体。ええ。ごめんなさい。戦後は自身の命で私たちに敵の在りかを示してくれて、私の接触を成功させてくれた。私に起こった異常現象についてはどうか相手に接触しないでください。この戒律は私がエデンに残せる最後のプレゼントだよ。侵食の律者。最後の時間の中で千号は自身が向き合ったものすべてを私に託した。あらゆるすべてを。そんな顔をしないで、エデン。これは誰もが経験すること。私にとっては旅に出るタイミングを少し前倒ししたに過ぎない。あらかじめあの花をグレイシュに託せたことを喜ばしく思っているよ。グレイシュは賢い子だからきっとちゃんと守ってくれるはずだから、彼女の元へ行って、エデン。そういえばスーもケビンが消える前にあるものを自分に渡したと話していたわ。きっと彼もあなたと同じように考えていたのでしょう。つまり今のところ四つの鍵の中で三つは無事だと確信できる。残りはミルビーだけだね。戦後との接触の中うっすらとではあったけど、彼女の姿が見えたからまだ無事であることを祈っている。先ほどから彼女の状況を探知できなくなっているし。そうなのね。でも私がここに来る前にすでにメイさんがビルビーと合流するために彼女の元へ向かっているの。あのビルビーのことだから、きっともう正しい決断を下してると思うわ。そう、では彼女を信じるしかないね。私はリツシャがスーとグレイシュを見つける前に彼らと合流し、すべての水晶の花を集め、その本来の効果を発揮させるわ。ええ、さあエデン、行きなさい。はあ、あの夜の秘密を再び太陽のもとに晒しましょう。ここでお別れね、アポニアさん。最後の戒律をありがとう。私がすべきことを全部果たすまでどうか加護を。どうか無事で。何かをする力はもう残っていないけれど、あのデータで構成された混沌の中であなたに祝福を送るよ。あなたたちがより良い未来へと歩き出せるようにと。悲劇は終わりではなく、希望の始まりなの。
ちょっと会ってないだけで私のことを忘れちゃったの？メイったら白状すぎるわね。私悲しいわ。いいでしょう。そんなに風情がないならこれ以上名乗る必要もないわね。はあ、まさか友達にはめられるなんて想像もしてなかったわ。こんなにビルビーのことを信頼してたのに。そんなことを言わないで、愛しいメイ。彼らの記憶を見させてもらったわ。彼女はこんな風にあなたを呼んでた。そうでしょ。あら、怒ってる？変ね。あなたのよく知ってる姿、あなたの好む呼び名で呼んであげてるのに、どうして少しも喜んでないの？なんだか私のことが大嫌いみたいね。ビルビーが何を話したか知らないけど、大丈夫。時間があるときにきちんと彼女のデータを確認するから。その前にあらかじめ言っておくわね。私はあなたに対して少しも悪意を持ってないの。誠意を見せるためにもう一度自己紹介するわね。私はね、生と死の隙間に誕生した律者。情報とデータによって生きてて、実体を媒介にし、それを頼りにして存在するの。あなたたちがよく知っている言葉を借りると、侵食の律者、これが私の名前よ。この呼び名は少し荒っぽいと思うんだけどね。メイが気にしているのはそんなことなの？理由は単純よ。メイに親しみを覚えてもらいたかったの。それに今の私の見た目は群を抜いて可愛いと思わない？あら、メイ、そんな目で見ないでよね。私は本気よ。まさか私が侵食の律者だから見た目を選ぶ権利なんてないとでも思ってるの？だって彼女のデータをもらったから。メイなら私より知ってるでしょ。世界で唯一無二のこの美しい外見を大事にする人は彼女、つまり今の私以外にいないって。外からのデータを受け入れると同時に私も成長し続けるのよ。命があるから死を恐れることを学んだ。形があるから美しさを求めることを理解した。何も持ってなかったから全てを大切にしたいと思った。虚無で誕生した私は生きる意味をゆっくりと理解しようとしてる。私を単なる人類の敵だと考えたらちょっと誤解が生じるかもしれないわね。そう、私は楽園に侵入した。それは弁解しようがない事実よ。そもそも私という存在の大元は侵食し続けるという行為にあるから。でもね、メイ、私は誰かに危害を加えるような考えなんて一度も持ったことはないの。相手がデータによって構築された記憶体だとしてもね。事実もそうでしょ。ほら、楽園にあるあらゆるものは一度も消えてないじゃない。あなたのよく知ってる形として存在してるわけじゃないけど、今彼らは私たちのそばにいる。そう、ここにね。侵食が完了した後、彼らは私の一部になった。そして対等に私も彼らの一部になったの。かつての私は一面の空白だったからこそ彼らの全てを受け入れられた。私は彼らのデータを得て経験を知って、その感情と意志を受け継いだ。だから私を英傑たちの命の続きだと思っていいからね。そう言った方がメイにもっと喜んでもらえるのかしら。
でしょう。どんなに弁解したとしても、メイの中で私は悪い人なのね。どうしても私と戦いたいというのなら、その期待に応えなくちゃ。だって、誰かをがっかりさせるのが一番嫌だもの。できるなら、私はメイとほんのちょっとでも戦いたくないの。この戦いには何の意味もない。私たちは敵同士じゃないでしょ。けどメイは問い詰めるのが大好きな女の子だって知ってるからね。だから私も喜んで侵食の力を見せるわ。私の手札を一枚ずつメイの手に渡してあげる。そして証明するの。あなたが見てるのはありのままの真実の私だって。じゃあまず、メイが楽園に入ったばかりの頃、似たような戦いを経験したでしょ。融合戦士の秘密を餌にして一歩ずつメイを罠にはめ取って代わろうとする。メビウスの考え方は私とそっくりなのよね。でもメイは私に対してはそんなに寛容じゃない気がするわ。まさかメイの優しさって先着順なの。わあーすごい、私と互角だなんてさすがメイだわ。それなら次はこのデータを参考にしましょう。必ず死ぬと予言されたからって戦後に死を求めることで局面を打破しようとするなんて。これを見た時私はびっくりし、でもメイの綺麗な体に傷跡が残るのを見たくないわ。仕方ないわね。ここは彼に譲歩してもらいましょう。一刀両断。また引き分けね。次はこの人に出てもらいましょう。ビルビーのいたずらはかなり迷惑だったけど、それでも彼女のことを友人だと思ってるわ。この素晴らしい演出は大魔術師専門家。大変、よく覚えてないわ。でも大丈夫、どのビルビーのデータもここにあって私と一つになってる。他の記憶体たちと同じようにね。さてここまでにしましょう。千鳥バッコン。これでメイも理解できたはずでしょ。こんな戦いに結果はないって。でもチャンスなんてないと知りながらも何度も何度も私に攻撃を仕掛ける。メイのそういうところ私は好きよ。ほら、言ったでしょ？メイに危害を加えるつもりはないって。これで信じてくれるかしら？私たちは敵同士じゃない。むしろその逆。私は。
でも今の君はまだ気づいてないでしょ。この計画にとって君自身がどれほど重要な役割を担っているのかを。けど大丈夫、スーなら君に教えてくれるよ。彼が私の残したメッセージに気づいてくれるといいんだけど。これが全てのパズルだよ。さあ持って行ってメイ、本当の螺旋の命を。これが私が完成させられる全ての配置だ。私にできることはきっと君にもできる。そして全ての謎を明らかにしよう。メイ、本当に私とちゃんと話す気はないの？あなたの欲しい答えは全部私が教えてあげるわよ。やっぱりメイのような見た目はクールだけど中身は熱い女の子は私を拒んだりしないって知ってたわ。じゃあどこから話しましょう。ちゃんと考えなくちゃね。そうだ、メイの一番知りたい部分から話しましょう。エリシアはこう話したでしょ。一緒にメイムに包まれたあの島に行って最後のパーティーがあった場所で共に見届けましょうってね。さあメイ、あの時の約束を今から叶えましょう。これからは互いをさらけ出す時間よ。そう、デートみたいにね。観覧車から俯瞰するとこういう景色になるのね。記憶の中にも似たような場面があったけど、やっぱり自分で体験すると全然違うわ。一見こういった意味のないように見える内容を彼女がわざわざ空間を作ってまで保存していた理由がなんとなく分かったわ。ねえメイ、そんな厳しい表情しないで。私とロマンチックな観覧車デートをする、それって楽しいことじゃないの？あ、まさか観覧車を一瞬で出したことに驚いてるの？気にしないで、この度にちょっとしたアクセントをと思った私のほんの気持ちだから。あーメイ、ずっと悪人という立場に置かれると私でも悲しくなっちゃうわよ。あなたなら私の立場と考えを理解してくれる友達になれると思ったのに。何せ私たちは同類だもの。わかった、わかったわ。ビルビーがそこまで教えたならこれ以上隠す必要もないわね。確かに私はエリシアのデータを削除した。どうして彼女だったのかについては特別な理由はなく、ただの事故だったの。メイ、私がイニシエの楽園に来た過程をあなたはもう知ってるわよね。あの時私の律者としてのというより一つの命としての旅は始まったばかりだった。幼い子供のように世界をよく知らず機械的な認識しかなかった。生きたいというのが私の唯一の感情であり唯一の本能でもあった。そんな状況の中で私は彼女と出会ったの。彼女は楽園で初めて顔を合わせた相手で初めて出会った私以外の存在。
でもあの時の私は仲間と敵の概念すら区別できず、はあ、その後に何があったかは、メイ、自分で確認して。メイも私と同じ立場になればきっとわかると思うわ。あの時の私がどれだけ慌ててたかを、そして今の私がどれだけ後悔してるかを。心配しないで、メイ。あなたに見せたいだけなの。あの夜、私の前に置かれたのはどんな選択だったのかを。さあ、見せてちょうだい、メイ。あなたならどんな選択肢を選ぶの？生活というものにはもともと説明なんてそんなにないでしょ？感じてないの？空気の中の殺意、死の脅威はそこにいるのよ。やっぱりそうなるわよね。メイは私と同じ選択をしたわ。戦った。そうでしょ？すべての敵を倒して。けど、気づいてる？相手は最初からあなたを攻撃するつもりなんてないのよ。これでメイも当時の私がどういう状況に置かれていたかを理解できたでしょ？一方は異物に対する恐怖、もう一方は自分を守りたい生存欲求。弱くて幼い私にとって生きたいという本能の誘惑はあまりにも甘美だったの。メイが見た通り、当時の私は何の抵抗も受けなかった。今思い返すと、その時の彼女が何の敵意も抱いていなかったことを証明しているわね。残念ながら私がそれを理解したのは、より多くのデータを吸収して成長した後のことだった。あの事故があった後、私は隠れることにしたの。イニシエの楽園に含まれた養分は、私が脱皮して新しい命に生まれ変われるほど十分だったから。本来ならそうするつもりだったけど、まさかエリシアの消失がこれほどの騒ぎになるだなんて私は想像もしてなかったわ。その上、強い力が現れた。ケビンは今までよりもずっと強い脅威をもたらしたの。彼に気づかれたら私を待ってるのは死だけだって疑いもしなかった。一晩で私は避難の的になったの。メイはそういう感覚を理解できる？孤独で怖くて悔しくて、それから困惑もあったわ。そんな時、ビルビー、悪人が私を招待してくれたの。彼女は私と同じ感情を、生きたいという意志を持ってた。だから友達になったの。そして彼女は私にチャンスを作り、私は彼女の苦難を解決した。でも残念だけど、二つの予想外のことが起きたの。そのうちの一つは戦後よ。彼が起こした騒ぎはあまりにも大きかった。だから私は彼に会うしかなかったわ。幸い戦後はとても率直な人でね、楽しく話せたわよ。もう一つの予想外はあなたよ、メイ。最初私は確かにあなたを警戒してたわ。
だから悪人があの計画を実行したとき、私は止めようとしなかった。けど、メイはあまりにも見事に危機を脱した。それだけじゃなく、私も知らない方法で彼女を倒してみせたでしょ？そんな状況で、メイの前に現れない方がおかしいと思うの？あの悪人の心の壁を壊し、生きる意志を崩した相手がどんな人なのかも知りたかったし。結論を急がないで、メイ。人類という視点から考えると、命の終点は死。だけど、記憶体は違う。彼らはデータを具現させたものだから、命とは別の存在形式があるの。だからこそ、私だけが彼らを復活させられるの。こうしてね。どうしたの？メイ、浮かない顔をするなんて君らしくない。ほら、天才は不滅でしょ？私の才能は狭い場所に制限されるべきじゃない。漆黒の果てしない思考の檻でも、データによって維持された仮想空間でもね。ビルビーの舞台はこの世界のはずだ。今度こそ私は永遠を手に入れる。すべての発想を現実にするまで。どう？こういうシナリオなら、メイを満足させられるかしら。私の分体とともに、ビルビーのデータを外へと拡散、蔓延させ続けるの。コピーさえあれば、ずっと進化し続けられる。この時代が彼女の理念を認めてくれないのなら、次の時代まで続いていけばいい。この世界が彼女の命を維持できないなら、世界を変えて、それを可能にすればいいわ。そうすれば、素敵な大発明家はその願いを全部叶え、最終的に空前絶後の天才になれるの。ワクワクする完璧な結末でしょ？そう思わない？はあ、最高なアイデアだって思ったのに。彼らのデータを楽園から持ち出し、生前の願いを叶える。メビウスだってそう考えてたでしょ？私はその考えを実現できるようにしただけよ。いいわ。メイが嫌なら、別の方法に変えましょう。どうした？ハートが豆鉄砲を食らったような顔をして、こんなところで俺に会うことが、そんなにおかしいか。うるさい。なんで俺はここで、バカたちとわけのわからないゲームをしないといけないんだ。今日があの女の誕生日だからか。律者？すでに完全に消滅した、あんなものの話をしてどうするんだ。だが、数年ぶりにその名前を聞いて、少しうずうずしてきたな。暇ならさっさと着替えて、お前の知り合いを全員呼んで、俺と戦え。ライデン、メイ。驚く必要はないわ。これが戦後の望んだ生活なの。変わらない生活。戦える相手。それから、家と呼べる場所。彼はそんな単純な人よ。残念なことに、大多数の人たちは、それに気づけなかったけど。ほら、メイ。互いを理解するのって難しいでしょ。共に生死をかけて戦った戦友でも、数万年の時間を過ごした人であっても、その心には、見えない隅があるの。でも、データは嘘をつかない。私が見ることができる世界は、あなたたちとは全然違うの。私だけが本当の意味で彼らを理解できる。彼らが憧れる未来を与えられる。そして。
あなた。はあ、メイ、何度も遮られると私でも嫌になっちゃうわよ。まさかメイは根に持つタイプ？私が千号のために作った未来が嫌なの？エリシア、結局彼女の話に戻った。そうよね、知ってるわ。メイの中で彼女は特別な存在だって。メイが不公平に感じて怒っているのは、彼女にもっといい結末を手にしてほしかったからでしょ。だけどそれは少し無理なのよ。私にできるのは、他の記憶体によって補正しながら自身を元になるべく彼女のデータを復元することだけ。その結果は見ての通り、今の姿が私の限界なの。私は頑張って彼女になるわ。彼女の考えは私の考え、彼女の声は私の声になるの。私たちは同じ顔、同じ性格、そして同じ記憶を持ってる。メイが望むなら、過去にあった思い出をもう一度再現することだってできるわよ。へえ。だね、その通り。確かに想像もしていなかった。ビルビーのような珍しい天才が消えた後でもこんなプレゼントを残してくれるとは。古の楽園を丸ごと一括削除する、なんて偉大な発明なんだろうね。だけどそれがどうしたというの？メイは何かを勘違いしてるみたいだ。私は主導権を奪うんじゃなくて作るの。確かにエリシアは対ケビン武装を起動させる唯一の条件だったけど、彼女はもう消えた。もし他に起動できる人がいたら、それはきっと私。私はとても気が長いから、その主導権を少しずつ得ることができる。そこに至るまで楽園の一層一木、一中一重を全部侵食するくらい私には十分な時間がある。メイ、その時私は楽園の人々にどんな結末を与えると思う？黙り込んじゃって、どう反論すべきか考えてる？それともやっと私の見解に賛同した？
をしてくれたか分かってるの？そんなに警戒する必要はない。本音を言うと今は喧嘩をする気分じゃないから。メイは高い場所で危険な真似をしないっていう基本的な常識も知らないの？高い空から落ちるなんてもう二度と経験したくないんだけど。まあいい、メイは気が焦ってたってことにしておくよ。とにかく私たちは目的地に着いたけど満足した？その通り。同時にあらゆる疑問にケリをつけられる場所でもあるってあなたは考えてる、そうでしょ？でも残念ながら見ての通りここには何もない。とっくに私の所有物になってるから確信できる。メイの探してた答えは最初から存在しないって。メイ、いつから彼女のことをそんなに信用するようになったの？あなたらしくないよ。少しも疑わなかった？あの日彼女が明かした真相も本当は全部じゃないかもしれないよ。メイ、その言葉に私が傷ついてることを知ってる？今までの戦いでメイは学習したと思ってたのに、勝てない敵に挑戦しない、それが生きるための知恵。違う？はあ、分かった。メイがどうしても痛い目に遭わないと学習しないというのなら、私も愛の教育をせざるを得ない。あらかじめ言っておくけど、今度は手加減しないよ。気が済むの？まだ飽きてないの？メイ、こっちは退屈すぎてあくびが出ちゃいそうだけど。それに何の意味があるの？
ずかなヒントでそこまで考えたの？メイは断りの律者の方が向いてるってみんながそう言ってたのもうなずけるよ。楽園の空間にダメージを与え続ければ私の力を削ることができる。一人だけで車係？面白い考えだ。でも案内一撃 100% の力が必要なんでしょ。メイは体力に自信があるの？力尽きて先に倒れるのはどっちだと思う？理にかなった推測だ。でもそれもここまで。あんな風にたくさん話すべきじゃなかった。このままだと本当に全ての手札をメイに渡してしまうことになる。でもこれ以上私の弱点に気づいても楽園に対する侵食を阻止できない。力の差は補えない。そうでしょ？幸いにもまだ遅くないようじゃ。今からやり直そうぞ、侵食の律者。それならさくら、昔のように私を信じてくれる？私のお願いだとでも思ってそれをするのはやめてくれない？どうしたのじゃエリシア、わらわに話したいことがあるようじゃが。少し心配なの。楽園ではもう常在七雷を使うことなんてないでしょ。裏切り者なんてここにはいないわ。エリシア、わらわが確かめたいことはただ一つ。何時の口から答えを聞きたい。その後何が起こるかは、すまぬ、今は保証できぬ。ええ、いいわ。ガールズトークは大歓迎よ。それじゃあ何を知りたいの？とある少女についてじゃ。何時なら話をそらしても嘘はつかぬ。それにこんな状況でこのままわらわに沈黙を貫くことが果たして公平なのかどうかを考えてくれるのも何時だけじゃ。記憶体の中ではわらわの認識が一番欠けておる。
おそらく生前の経験が原因なんじゃろう。幸い皆話が通じる者たちじゃったから何の不便もなかった。じゃが一つだけ例外があるのじゃ。わらわは長い間同じ夢を見ておる。目の前に広がる荒れ果てた虚無の中、一人ぼっちの少女がしゃがんだ姿勢のまま恨みを抱えつつ泣いているんじゃ。記憶が抜けているせいか、わらわは彼女が誰なのか思い出せぬのだ。故に近づこうとするたびに目が覚めてしまう。それでもあの夢が消え去る兆しはなく、徐々によく見るようになった。あのことを知ってすでにこれほど長い時が過ぎたというのにリンが神職の律者として命を落としたこと。待って、これほど長い時が過ぎた。さくら、あなた。ああ、ずっと知っておった。そんな、いつから？あなたの口から聞いたこと。そういうことなのね、さくら。みんなが善意で内緒にしていた間、あなたもまた同じことをしていたのね。みんな善意でそうしていたわけでもなかろう。おのおの違った判断があるはずじゃ。それを伝えることで引き起こされる結果を考えたりな。じゃが何時のように単にわらわを悲しませたくなかったゆえそうした者もおる。さくら、私少し意外じゃったか。いいえ、さくら、意外だったわけじゃないの。私はただあなたにあんな辛い選択をもう一度経験させたくはなかった。その通り、辛い選択じゃった。わらわはそう簡単に受け入れられぬ。しかし復讐もまた意味を持たぬのじゃ。誰に復讐すればよいのじゃろうな。数万年も前に死んだ犯人か、それとも同じくすでにこの世から立ち去りかすかな記憶しか残っておらぬアポニアか。エーデンは願わくば時が止まるようにと言っておった。しかしわらわこそ誰よりも時を止めたいと願うもの。美しき刹那をとどめるために止めるべきことがある。未来へと足を踏み入れることで全てが混沌に巻き込まれ、やがてはある種の予測不能な結末へと流されていく。わらわからすれば崩壊とやらはそのような存在じゃ。本当の意味での過ちを犯した者などおらぬが、それでも全てを失わなければならぬ。わらわもまた例外ではないのじゃ。ごめんなさい、本当はもっと早く気づくべきだった。エリシア、何時がそんな悔やんだ表情を晒す必要はない。わらわが皆に隠すことを選んだのじゃ。リン、かつては長い間彼女はわらわの全てじゃった。故に事の真相を知った時、確かにわらわは憎しみに理性を飲み込まれておった。先ほど語ったことはどれも役に立たぬ理屈でしかない。今になっても理性では理解しているものの、感情がそれを拒絶しておる。とうの昔に復讐対象を失ったというのに、衝動がもたらす苦痛に耐えなければならぬとは戦後のように全てに復讐すれば苦痛が和らぐのかもしれぬな。けどあなたはそうしなかった。ということはビルビーにそれを直してもらったのは封じられた記憶を取り戻すためなの？うむ、己を解放する答えを求めたかったのじゃ。しかし戒律に封じられていたのは同類に向かって刀を振った記憶のみで、何の役にも立たぬ。しかしここでこの奇妙なタイプライターを通して本来の己にはない記憶を見られたのじゃ。あの夜
何時に別れを告げた時のことも含めて。残念だったわね。もっと早く動くべきだったわ。エリシア、もしあの時隠し事をしていたのがわらわの方じゃったら、何時はどう思う？リンが火を追うがに連れて行かれる前に彼女を連れ出すことはできた。しかしリンに断られたのじゃ。え？どうして？わらわからすれば彼女はまだ子供じゃった。しかし実際はそうではなかったのじゃ。リンも災いに満ちた世を生きてきた。己の置かれている状況をすぐさま理解したのじゃ。何より火を追うがよりも不安定な自分を気にかけておった。リンは怖くて仕方がなくても彼らが筋の通らぬような行動を取らぬと信じた。自ら連れて行かれることを選択し、リスクを最小限に抑えたのじゃ。それとメイ博士は正しい判断をするとも信じておった。崩壊という情の通じぬ存在があったとしても、責任感と慈しみの心を持ってすれば人類は必ず自分をコントロールできると。すごい子ね。その時あなたは納得したの？ああ。だからこそあの別れとその後の出来事があったのじゃ。その記憶を取り戻した瞬間、わらわは悟った。夢に現れる少女は他でもないわらわなのじゃと。心の中に鳴り響く苦痛と憎しみはリンがそこに残したものだとわらわは勘違いしておった。リンをずっと守っていたと勘違いしていたのと同じようにな。彼女の本心に背き救おうとした時点でこの関係はすでに逆転しておる。本当は彼女がわらわを守っておったのじゃ。相手から離れられなかったのはわらわの方だからこそ、わらわは復讐に身を委ねるわけにはいかぬのじゃ。わらわのような融合戦士が理性を失い自身を制御できなくなれば、律者と似たような存在になる結末しか残らぬ。そうなればリンが頑張って証明したことを踏みにじってしまう。彼女をもう一度がっかりさせるわけにはいかぬのじゃ。お姉ちゃんじゃからちゃんとお手本を見せんとな。さくら、あなた辛い思いをしてきたのね。ゆえにエリシア、わらわが知りたいのはただ一つ。わらわは自分の本当の結末を知りたいのじゃ。リンの本心に背くことを決意した後、わらわは最後にもう一度正しい選択肢を選べたのじゃろうか。それならさくら、昔のように私を信じてくれる？あなたたちは最善を尽くしたわ。このことを教えてくれてありがとう。こんな風にあなたが他人に自分の本音を教えてくれるなんて想像もしてなかったわ。きっと何時が単純に他人と言えるような人間ではないからじゃろう。あるいはこれも一種の仕返しじゃ。仕返し？私ってば何かやらかした？いいな、ただの軽口じゃ。実はもう一つ、何時らに隠していたことがある。夜叉の融合因子があるゆえ、わらわは気配に対して人一倍敏感じゃ。さらに楽園における記憶の特異性が異能の力をさらに増大させておる。記憶が絡み合った混沌の領域であれば、リン以外の、つまり何時の結末も捉えられるのじゃ。きっと美しい結末だったわよね。
そうでしょ。いや、わらわは記憶の所有者ではないからの。気配から感じ取れるのは当事者たちの些細な感情だけじゃ。ゆえにきっと美しい結末じゃったとわらわは信じておる。何時よりも先にこの世を去ったことをわらわは確かに残念に思っておる。いや、すまぬ、変なことを口にしてしもうたが忘れてくれ。わらわはただ何時の結末を目にしたら己も変わるかどうかが知りたかっただけなのじゃ。何よそれ、私は人を導くのが好きなタイプじゃないわよ。あなたたちはずっと変わらない。だから私はみんなのことがこんなに好きになれるの。確かにそうじゃな。それに残念とは思うものの、実のところそんなことは二度とない方がよい。さもなくば受け入れがたいことがもう一つ増えてしまう。そうじゃろ、エリシア。エリシア。待て、これは。わらわは逃げることができたのじゃな。あのあと何が起こったのじゃ。戦後にメッセージは届いたのじゃろうか。慌てる必要はない、さくら、僕だ。こんなに長く眠っておったとは。外はどうなっておる。正直厳しい。予想通り、この時代の侵食の律者が古の楽園に降臨している。そんな、道理で気がつけなかったのじゃな。それでエリシアは心得た。スー、何時はどうやってわらわを見つけたんじゃ。千号が手がかりをくれてね。君の暗号をたどって彼もここに来たんだ。しかし彼は第二の神の鍵を持っていなかったから、この凍結した空間には入れなかった。それとビルビーが残したメッセージにも君の在りかが示されていた。ビルビー。ああ、おそらく今頃彼女もすでに。しかしとある問いを残してくれてね。楽園において絶対的に安全な場所はどこかと。君は一度データに異常が生じていたものの、さらなる侵食は起こらなかった。侵食の律者が意図的に行ったとは考えにくいから、答えは君にあると判断したんだ。何時の考えではここが絶対に安全な場所だと。何はともあれ、実際に君が作り出したこの停滞している空間は確かに侵食を阻んでいる。じゃがそれだけじゃ。何時はここを避難所として使う気なのじゃな。しかしわらわの技ではせいぜい侵食を止めるだけじゃ、根絶やしにすることはできぬ。さもなくばこうなってはおらぬじゃろう。スー、どこにおるのじゃ。何時の姿が見えんぞ。僕はここにいるよ。ただもう姿を現すわけにはいかなくなった。何時、わらわに何をしたんじゃ。わらわはすでに侵食されているはず。君と僕のデータの一部を入れ替えた。
僕を構成している一部のデータを君に送り込んだんだ。まだ破損していないデータが君の苦痛を和らげられたらいいのだけど。じゃが、そうすれば何時は事前に教えるべきじゃった。僕は一人の医者なんだ。苦しむ人を見捨てては本心に背いてしまう。それにもう時間がないんだ。君が自ら目を覚ますのを待つ余裕はない。現状を打破するためには僕よりも君が自由に動けることを優先すべきだ。君のあらゆる存在を捉える能力があれば、たとえそれが刹那の間でも十分だからね。これを持っていくんだ、さくら。千号が君のためにずっと残しておいたものだ。今こそ返す時だよ。心得た。ではわらわは何をすればよいのじゃ。ビルビーの残した策だけど、三つの仕掛けがあるんだ。つまり一つの問いに答えが三つあるんじゃな。ああ、さっき言った答えもそのうちの一つに過ぎないし、明らかに肝心な部分ではない。残った答えこそ現状を打ち破る要になるはずだよ。だからさくら、君には第二の答えを解き明かしてほしいんだ。そのために僕たちは死に直面しなければならない。前のあれを手合わせというにはいささか無理があると思わぬか。じゃからもう一度やり直そうぞ、侵食の律者。どうしてこうなったのかな。さくら、あなたをもって局外に立たせてあげたのに。なるほど、幕引きに使われる装置じゃな。今の状況はスーが送ってきたデータである程度把握できる。じゃが、全てを理解するにはまだ時間が必要じゃ。こうなった以上、彼の決断を信じるしかあるまい。何せ彼は知者の名を背負っておるから。今のところ彼女のような存在は一体しかいないのじゃ。となればこやつをここに留めておけば、もしくはこの場で切り伏せれば。相談中に失礼するけど、その内緒話全部聞こえてるよ。ここには女の子が3人もいるのに一人だけ仲間外れにするなんてよくないんじゃない。それにさくら、あなたはデートの邪魔をしてる。意外だ、そんな経験があったなんて。ならこの後じっくり教えて。聞かれたところで問題はない。先ほどの会話は元よりこっそりする必要などないからな。デートに関してはすまぬ。わらわにとっては何時もまた特別な旧友でな。ずいぶんと素直になったのね。あの夜のあなたより今の方が好きよ、さくら。彼女の喋り方でそのようなことを口にするでない。相変わらず頑固なのね。彼女ってそんなに特別なの？
代わりになれる存在はいないってそこまで信じきってるなんて果たしちゃダメ。彼女と親しいものはわらわだけではない。それゆえ結論は出しがた。じゃあ何時にそれを証明する時間など存在せん。できれば彼女の顔を見つめながらこの刀を使いたくはなかったんじゃ。あの時彼女はこういった気分だったんだ。やっと理解できたよ。ここまで誤解されてるっていうのに、心を殺してあなたたちを傷つけることができない。すでに会ったことがあるでしょ。ならどうして未だに自分が形勢に影響を与えられると思うの。前にしくじったのは何時の不意打ちを得意とする特性を知らなかったからじゃ。すでに分かった以上触らせないようにするのはそう難しくもない。どうやらとても面白い状況になってきたみたいだね。ねえ桜、本当に考え直す気はないの。この後どうあがいても手も足も出ない様子を想像したら少しかわいそうになる。この数わらわとメイドのを引き離すためじゃね。確かに厄介な状況かもしれぬ。じゃが今は どうやら心配は無用のようじゃ。そろそろ本人の出番じゃな。侵食の律者。はあ、これってもしかしてエリシアが背負わなければならない運命ってやつなのかな。ずっと誠意を持って本音を語ってきたつもりだけど、どうやら証明しないと信じてくれなさそうだ。それも命を懸けての証明。いいよ。けど戦わなかったのは手にかけるのが忍びなかっただけで、見込みがないわけじゃない。どうしても信じてくれないのなら私も頑張って証明しないといけないね。今度は誰の命を使えばいい？Oh!
殿、用心を怠るな。あやつはすでに英傑を超えてるという簡単な一言で片付けられるようなものではない。どうかな、状況を見る限り私の話は信じがたいものではないでしょ。消えよ。おそらく今は楽観視できないという言葉すら慰めの言葉になるほどに切羽詰まった状況じゃ。メイ殿、彼女の話はおそらく嘘ではない。力関係から見れば残りの英傑たち全員がこの場にいても一斉に潰せる力を持っておるようじゃ。実力の差がこうも開いてなければ確かにそれは可能じゃ。しかしどうやら彼女はわらわたちを止められる力を十分に備えておるように見える。メイ殿、元からわらわは不意打ちを仕掛けるつもりじゃった。じゃがこうなった以上は正面突破するしかあるまい。以前も言った通り、わらわは空間を凍結させる技を掌握しておる。本質上破壊力は持っておらぬが、その力を利用することで好機を作れる。どんな攻撃も確実に当てられる好機じゃ。心得ておる。だからこそ何時に第三の神の鍵を渡す必要がある。何時も知っているように楽園にあるのは記憶の再現に過ぎぬ。しかし何時なら本物の律者コアを用い駆使できる可能性がある。雷の律者が採血の鍵を使って必殺の一撃を放てば敵を抹殺できるかもしれぬ。そのために共に必中のチャンスを作り出さねば。おや、話は終わったの？デートの邪魔をされたのは私なのに二人っきりの空間を残さないといけないなんて、さすがの私でもちょっと悔しいよ。さくら、さっきのこと本当はわざと私に話してたんだよね。言ったはずじゃ。聞かれていてもどうということはない。そう、なんだか楽園にいる女の子ってみんなずる賢すぎると思うんだよね。メイもあなたも。だとすると本当に隠したいことって一体何？空間を凍らせる技、前提条件であるその一撃が外れないってどうやって保証するつもり？はあ、ごめんね。さくらは刹那の命を背負ってたんだっけ。もしかしたら本当に買わせないかもね。必ず当たる保証などない。じゃが試しても損はないじゃろ。神の鍵、彼女たち武器を交換していない？私の推測通りかな。だとすると確かに悪くない作戦だね。けど残念。いいよさくら、存分に楽しませてもらう。それじゃあ始めよう。メイ殿、しばらくは戦いには参加せず力を貯めて好機を待つのじゃ。まあ、大声で悪巧みするのやめてくれない？はい、これでいいわ。
泣くかいの？力がなくなる。あれさくら、まだいいタイミングを見つけてないのかな。こうしているうちにチャンスはどんどん逃げていくけど。何時の弱点を見極めるなど決して容易なことではあるまい。真正面から速さで勝つことが全ての要。小細工など通用せぬ。その通り。刹那とのスピード勝負なんて面白いね。前にも一度見たことはあるけど、やっぱりワクワクしちゃうよ。おそらくわらわの技ではなく、わらわたちが再び手も足も出ない様をさらけ出すことを期待しておるのじゃな。私はそんな意地悪な人じゃないよ。けどこんな時でもあなたを褒める言葉が見つかるなんて本当に賢いのね。よかろう。では参るとしよう。そうだ、さくら。あなたの技って自分なりの名前をつけてないの？使い道で呼んでるだけじゃ言いづらそうだけどね。暗殺者にそのようなものは無意味じゃ。どうしても知りたいのであれば、刹那一刀、万象無明、今はそう名付けよう。そんな、あなた。まあいいや、驚くふりをするのって私には難しすぎるから。さくら、あなたってば本当に最高。あなたの技でこんなことができるなんて。まずは幻影を使って位置を入れ替える。それから名誉をおとりにし不意打ちを仕掛けることで相手の行動を封じる。素晴らしかった。何のコミュニケーションもなくこんな連携が取れるなんて少し嫉妬しちゃうよ。でも残念なことに私はずっとあなたに気を配っていた。空間を凍らせる一撃さえかわせば錠剤七雷の攻撃なんて大したことじゃないの。これで最後のチャンスもなくなったね。そう驚かないで。さくらはスピードが速いからちょっとしたリスクを背負わないと確実に捉えることができない。どう考えてもお得な交換でしょ。結局赤敗ってことじゃな。侵食の律者。その通り。ん？どうも裏があるように感じるね。この計画を知ったとき、一部は必要のない段取りだと思っておった。じゃが、今考えてみれば、彼の方が正しかったんじゃな。彼？何時は？データ空間に対する支配力を過信しすぎじゃ。確かにそうすることでこちらの偽装を容易に見破れる。じゃが何時は一つ見落としてることがある。侵食の律者、幻影を使い感覚を欺き偽装を行うなど、わらわの技ではそのようなことはできぬ。いにしえの楽園でそんな能力を持つのは第八の神の鍵、もしくは精神感知型の融合戦士のみじゃ。
精神感知型？ここに。ああ、侵食の律者。この戦いは初めから二人がかりではなく三対一だった。趣味消し。あ、僕だ。どうやら現状に対してある程度の判断はついてるようだ。なら同じ話を繰り返す必要はない。この境こそさくらが技を使って切り開いた空間なんだ。彼女を戦場に向かわせた後、僕はずっとここに隠れ、侵食の律者が隙を見せる瞬間を待っていた。ああ、彼女は以前答えが3つある謎を残してくれたんだ。侵食の律者に打ち勝つために必要な手がかりもそこにある。古の楽園に絶対的に安全な場所があると思うと僕は考えたんだ。そして侵食の律者を前にして、そのような概念は存在しないと悟った。だから、ああ、そしてその答えが僕をさくらの居場所へと導いてくれた。襲撃された後、身を隠すために作った凍結させた空間、それが一つ目の答えなんだ。そして二つ目なんだが、それは僕に残された役目だった。それをこなすには僕もさくらと同じように死に直面しなければならない。そして三つ目、同時に最も鍵となるものについては、楽園にある絶対的に安全な場所。要するに楽園にありながらも楽園に属さないところ。つまり来訪者、君の思考だ。その通りだ。元はアポニアと僕がやるべきことだった。しかし今は僕が一人で何とかするしかない。ビルビーは君の思考の中に螺旋の刻印を残した。それをビーコンにして、僕は SO1129 という手術を再度実行する。古の楽園ができた頃に英傑たちがやっていたように、君の思考を記憶体、いや記憶空間という形で楽園に存在させるんだ。そうすることで初めて僕たちはエリシアの帰りを迎えられる。ああ、今までの努力は全てその主導権を奪い返すためのものだ。侵食の律者に勝つにはそれしか方法がない。来訪者、君が気にかけることはない。出会った頃に伝えたように、僕たちは過去の影、この片隅の天地も過ぎ去りし風景の残存に過ぎない。王子は消え去り、個人も帰ってこない。存在がないなら邪魔もないだろう。エリシアやエデンに聞いても同じ答えが返ってくるはずもうすぐ彼女たちに会える。だから笑ってくれないか。多分それが彼女たちの望みだ。強く信じていれば彼女が立ち去ることはない。記憶体の誕生と同じさ、
記憶空間が展開されるとき、君の中にある喜怒哀楽や離合集散が世界を紡ぐ。だから思い出すんだ、彼女と過ごした時間、彼女がもたらした変化を。君の記憶で彼女へとつながる道を開くんだ。たとえデータが隠滅しても、記憶が不滅の痕跡を残してくれる。これを持っていくんだ。残りの二つはエデンが君に渡す四つの鍵。それらでとある昔の出来事を封じている。元から君がその一ページをめくるべきだったんだ。今こそそれを君の記憶の中でもう一度咲かせてくれ。答えなど分かっておるじゃろ。まさかあなたがここを訪れた唯一の目的って私に侵食されることだったの？何時のことじゃ。旋回一条が起動した瞬間、それに気づき止めに来ることだって十分あり得る。その上あのスーでさえそれを予測することはできぬ。しかし強力な記憶体を相手に侵食を行う際は、たとえ何時であっても相当な手間がかかるはず。そうなればあの全能に等しい状態が維持できなくなるじゃろう。それゆえにスーがわらわに求めたのは死に直面することじゃった。どうやら賭けに分かったようじゃな。さくら、あなたたちって時に理解できなくなるよ。彼女をここから出してあげたかっただけなんでしょ。私を倒そうとするようなハッタリをかけなくても済んだんじゃない。わらわはすでに一度失敗しておる。そう簡単に再び接触できたら汝は必ず猜疑心を抱えてしまう。そうじゃろ。はあ、随分と回りくどいこと。けどさくら、あなたは本当に自分が何をしているのか分かってるの？逃げられたというのに再びここに戻ってきた。苦戦した末に迎えた結末が己の犠牲なんて。構わぬ、このようなことすでに一度体験しておるからな。私が第十二律者だから。彼女とは別の存在だけど、私を通して過去に決着をつけたかったの？わらわはただ汝を通してとあることを証明したかっただけじゃ。しかしどうやらもうその必要はなくなったようじゃな。証明？汝よりも先にこの世を去ったことをわらわは確かに残念に思っておる。いや、すまぬ、変なことを口にしてしもうたが忘れてくれ。わらわはただ何時の結末を目にしたら己も変わるかどうかが知りたかっただけなのじゃ。全然変わっておらんの。エリシアが去っていくのを見届けてもなおわらわの結末に変わりはなかった。しかしこのようなことも言っておったね。あなたたちはずっと変わらない。だから私はみんなのことがこんなに好きになれるの。さあ侵食の律者、その手でわらわの死で彼女が正しいと証明してくれ。その前に一つ頼みがある。言っていいよ。できればより苦痛な死を与えてほしい。悔い、絶望、孤独、可能な限りそれらをわらわに味合わせてほしい。そうすることで自分がどれほど食らい倒れじゃったのかを理解できる。そして自分が姉としての誇りをいかに守ったのかを知ることができるんじゃ。さくら、今になっても釈然としていないの？そんなこと一度もありはせぬ。
そしてこの先も永遠にな。それでもあなたは私の目の前に立ちふさがる。自分の心に従って生き続けようとは思わないの？そんなこと一度もありはせぬ。そしてこの先も永遠にな。どうだい？約束通りケビンを退場させたよ。彼の力が君の一部になっているね。まるで二つのガムがくっつくように。どんな感覚か教えてくれないかな？ちょっと驚いたよ。ある意味サプライズだ。これが人間のたどり着ける高さだなんて本当に信じがたい。何せあのケビンだからね。さて本題に入ろうか。なんとなく君に信用されてないような感じがするんだけど、ライデン・メイ、彼女はただの律者に過ぎない。おっと、少し失礼だったかな。彼女は君と同類だもんね。とにかくなぜこの時点で彼女に手を出したいのかはわからないけど、私一人で十分じゃない？理由は単純だよ、ビルビー。今になっても私の意図を知らないかのように振る舞っているのに、まさか目立ってないとでも思ってるの？おや、確かに面白い仮説だね。律者に侵食されない性質、それに加え思考分割の能力。私が彼女と手を組むことを恐れてるのかな？そうは言ってないよ。私はあくまで手助けしたいだけ。いや、君の考えは正しいよ。彼女と手を組み、さらにアポニアとスーの協力があれば、確かに侵食の力を無効化できる領域を作り出せるね。でもやっぱり心配しすぎだ。彼女は律者だから、その思考を分割するには相応の許可がないといけない。しかし明らかにそれは不可能でしょう。それに仮にできたとしても、雷の律者は記憶体のような存在になってしまう。そうすれば逆に君に干渉されないという性質を失ってしまうかもしれない。本気でそんな提案を受け入れると思ってるのかな？説得するってあなたにとって本当に難しいことだったりするの？詐欺師さん。つまり生死を握っているにもかかわらず単独行動させる気はないってことだね。だってあなたのことが心配だからね。どうやら君に対しての認識が少々間違っていたようだね。え？脅威を感じてたまたまエリシアを完全削除した、そう言ってたね。ロジック的には確かに完璧だけど、今はますます怪しく思えるんだ。本当にたまたまなのかな？はあ、いつも通りだね。どんなに人の感情を取り込んでも所詮はウイルス。私の能力ではおそらくあまり効果はないでしょう。戦後
彼は自分の命と引き換えに私が侵食の律者に接触できるようにした。なのに私が探れるのは記憶のみ。彼女の意識に接続することはできないようだ。意識に介入できれば、もしかしたら正しい道へ導けるかもしれない。しかし私に残された時間はあとどれぐらいなんだろうか。ここまで突破してきた。つまりさらに成長したの。結末の余韻に耳を傾けよう。彼女たちの光を最後に私が守る。苦しみの中で心を入れ替えなさい。侵食を遅らせるためとはいえ、力を消耗しすぎている。想像以上だ。それとも時間を無駄遣いしすぎたの。けど残された時間が短くなってきている。どちらも期待外れになるんだろうか。侵食がさらに進めば相手の意識に潜り込めるかもしれない。しかしもしその後に相手の意識を作り直すきっかけを見つけられなければ、無意味な犠牲になるだけ。ここに残って、律者の記憶を探ったとしても、同じく何も得られない可能性はある。未知の未来を前にして、選択を迫られるとは。こういうことなんだね。随分と長い間、こんな状況に遭遇していなかった。今の私は、普通の人よりも、貧弱なのでしょう。エリシア、これもあなたの願いなんだね。ならこうしましょう。
休憩時間です。気持ちはわかりますよ、本当に。